サミュエル・マイケル・サム・ボークスは、イギリス・サウサンプトン出身のプロサッカー選手。ウェールズ代表。ポジションは、フォワード。2006年、当時フットボールリーグ1に所属していた AFC、ボーン・ワスでキャリアをスタート。2008年、フットボールリーグチャンピオンシップのウルバー・ハンプトン、ワンダラーズ FC に移籍。加入1年目で、プレミアリーグ昇格を果たした。 2012年7月31日、推定遺跡金35万ポンドで、バーンディー FC に遺跡。2019年1月31日、ストークシティ FC に遺跡。2021年7月28日、ウィコム・ワンダラーズ FC に遺跡。ボークス自身はイングランドで生まれ育ったが、祖父がウェールズ出身のため2つの代表を選択することができた。これに目をつけた。 U2-1 ウェールズ代表のブライアン・フリン監督がボークス招集を決定2007年2月にウェールズ代表デビューを果たした2008年5月開催の親善試合アイスランド代表戦で A 代表デビュー9月の 2010FIFA ワールドカップヨーロッパ予選アゼルバイジャン代表戦で初ゴール UEFA ユーロ2016ではベルギー代表戦で 途中出場からゴールを挙げ、ウェールズ初の4強入りに貢献した、ウルバーハンプトン・バーンリー。ありがとうございます。